皆さんこんにちは、武田塾の高田です。佐野です。今回は難関大だけど対策はシンプルな大学。おお、これ一番ありがたい。受かったらめっちゃ嬉しいし、だけど対策はすごくシンプルだよと、今志望校選びに悩んでいる受験生必見の動画になってます、はい、最後までお見逃しなく。そんな大学あるんすか。数は限られてるんですけど、はい、あります。ということで今日は厳選の6個の大学をね紹介していきたいと思います、はい、これ以外の悩んだ大学あるので、これ実はシンプルだよっていうのがあったらね、みんなもコメント欄に書いてみてください。では早速行ってみよう。まず一つ目、はい、北海道大学。おお、北大ここで来ました、うん、旧帝国大学、うん、北海道最強の大学ですけども。いやそうなんですよ、旧帝国大学で対策がシンプルで入れるんですか、はい、言われるんですけどね、はい、めちゃくちゃシンプルです。いろいろ科目はあるんですけど、はい、2次でね癖のある科目があんまりないんですね、うん、オーソドックスな対策でいけるよ、うん、ということですね。なので、うん、いわゆる王道の勉強をしっかり積み重ねていけば、うん、それを精度高くやっていけば狙っていける、うん、これが北大なわけですね。なるほど、まあ、問題も典型問題が多いしってことですね、うん、北大の好きなところが1個あって、総合文系入試、総合理系入試っていうのがあるんですけど、うん、なんと文系の子で総合文系を受けると、うん、数学二次なしで社会に置き換えて対策できるっていう。だから旧帝国大学で北海道最強の北大が数学強手まででいけるっていう入試制度もあったりして、数学苦手な子にとってはかなり狙い目なんじゃないですか、はい、そうなんです。もちろん人気はね高い受け方ではあるんですが、うん、数学二次いらないなんて。あともう一個だけ、北大の英語で英作文の問題があるんですけど、うん、これね過去もマジで早めに見といてください、うん、与えられた文章を結構そのまま使えたりとかするんですよ、うん、だから英作文の対策そこまでめちゃくちゃ頑張らなくても普通に書けるようになるっていう意味では、うん、結構これもシンプルかなと思いますね。そうなんですよね。なので、はい、ここら辺ねしっかり過去問を見て自分でもねどんな風にシンプルなのかっていうのを確認してみると、うんうん、対策をねイメージしやすいかなと。ぜひ北の大地へ行ってみよう。続いて旧帝国大学、もう一つ行っちゃいます。九州大学。おー、やっぱこれもね他の特に旧帝国大学と比べても、うん、やっぱり問題の作りはシンプルと言えるかなと思いますね。確かに旧帝の上の方と比べると、うん、北大旧大っていうのは参考書で見たことあるような問題っていうのが出題の中心になってる感じはしますね。これもね北大と被ってくるんですけど、うん、しっかりを対策をしていった子が順当に受かっていくなっていう印象がありますね。逆にやっぱりちょっと特殊な対策が必要だったりすると、はい、学校とかでもあの子受かったのみたいな子がたまに出たりするっていう話を聞くんですけど、どちらかというとそういう意外性がなく順当に受かるべくして受かっていくなっていう印象が強い大学なイメージですね。九州大学も基礎中心、典型問題、標準レベルをちゃんと押さえとくようにっていうアドバイスになってくるかなと思います、うん、続いてもう一つ、はい、人気の国公立上げちゃいます、はい、神戸大学。おお、神戸大学も確かに典型問題が多い。神戸大学ねやっぱり人気が高い大学なんですが、うん、実は対策自体はシンプルと。なので、うん、今からねしっかりと正しい勉強法を積み重ねていけばしっかり狙っていけるよっていうのをね、うん、知ってもらえたらいいなと思いますね。そうですね、神戸大志望の人にアドバイスするなら国語が難しいっていう情報があって、うん、はい、だからそこはちゃんと漢文もね出る学部が多いので対策しておいてほしいなと思いますね、はい、あと英語はねスピード勝負になりやすいっていう傾向があるので、時間内に読み終わるトレーニングっていうのを夏以降神戸大志望の受験生はしておいてほしいな。数学は取りましょうと、うん、感じて、まあ、文系の子ねのアドバイスとしては数学はちゃんと取ってほしいなっていう、そんなレベル設定になっています。誤解しないでほしいのは、はい、対策はシンプルな大学っていうのはこれ簡単だよって意味じゃないんですよ、はい、そうですね、高得点争いになりやすいというか、うん、難問は少ない分、うん、取れる問題でちゃんと取らないと受かんないよっていう、正しい勉強法をレベルを高くしっかり持っていくっていう必要は当然あります、うんうんうん、なのでここはしっかり意識してみてください。残りは私立を3つ上げていきたいと思います。どれも人気の私立になります。1つ目、青山学院大学。やっぱり全学部だったり、まあ、経済って一般の方式で受けられる学部になりますね。ここ要注意ですね、個別学部日程でいろんな学部あるんですけど、学部によってね総合問題が出題されたり、共通テストの併用だったり、めちゃくちゃ入試がややこしいことでも有名な青学ですが、そうそう、シンプルなのは全学部日程だということですね。今ね特殊な受験方式はややこしいんですけど、一般受験の方式、ここはシンプル。僕もたまに勉強がねどんぐらい今成長してるのか不安な子に、青学の全学部の問題はあえて解かしたりしますね、うんうん、日大レベルぐらいでも結構意外と点数取れてて、なんか青学いけるかもしれないですみたいな、生徒の表情が自信に満ちた表情になったりするぐらい、青学全学部は非常にいい難易度設
定というか受験生向けの難易度設定っていうのかな、僕は好きですね。一点注意点、解きやすいんですけど、はい、青学に受かるのはやっぱり難しいんです、はい、なぜかというと、はい、やっぱりね、はい、高得点勝負になってくるので、うんうん、ギリギリの合格最低点とか目指してると、うんうん、本番でちょっと失敗しただけでも危なくなっちゃうんですね。全学部日程がね、過去と比べて狭き門になってるんですよ、うん、だからみんな受けやすい全学部日程を総計志望の子たちも含めて受けてくるじゃないですか。問題は解きやすいんだけど、なんせ枠が足りない。青学全学部日程第一志望は結構危険かなと思いますね。次に行ってみたいと思います。関西大学。関大来ました、うん、これはね解きやすいですよ。全員にワンチャンある。ちゃんと勉強したら本当に手が届く、そんな魅力のある大学やと思いますね僕は。いやそうなんですよ。これはね本当に正しく勉強、はい、一生懸命頑張ったっていう、その努力がそのまま報われやすい受験のね、うん、入試問題になってますね。特筆すべきはね関大のね、うん、社会ですよ。何かっていうと、うん、全部五軍が与えられてるんですよ。大法律令とかね、うんうん、中富の鎌足りとかね、うん、ここを入れてく方式なんですよ、うん、そしたらなんか細かい漢字とかも覚えなくていいし、より大事なのはその用語の中身とか、うん、詳しい意味とかを知ってるのがめっちゃ大事なんですけど、うん、そういうところをちゃんと徹底さえしてくれれば関大の社会はそんな労力なく取れるなと思います ね。やっぱり受験生としても、うん、普段聞かれる用語が先に与えられてるって結構安心感ありますよね、うん、安心しますね、うん、だからその分勉強法に注意が必要ってのはあるかもしれないです、うん、あと面白いのは関大の国語防線が引かれてないんですよ。対策ちゃんとやんないとスルスル読んでいって、うん、あれ問題はないなみたいななっちゃうんですけど、だからまあちゃんとした現代文の王道の勉強プラス過去問演習は必要なんですけど、過去問演習したらした分だけ伸びてくっていう、うん、そういう面白い大学ではありますね、うん、あと川野先生総計とかもなんか欲しいですね、うん、総計はねちょっとあんまりないですね。あ、対策がシンプルではないと、うん、ただせっかくなんで、はい、強いて言うなら慶応商学部。これどうしてまた、これはね特に英語を見ても分かるように、はい、総計でねそれぞれ学部の特徴がすごい出たりとかして、うんうん、それぞれすごい対策が大変な中で、うん、一番シンプルではあるんですね。おー、なるほどね、うん、問題が解きやすいってことですか。そう、問題の作り自体はシンプル、うん、やっぱりそもそも英語力が高くて、うん、しっかり文章を読む力、うん、そして解く力さえあれば、うん、まあ解けるよねっていう問題なんです。ただそのレベルが極めて高いんで受かるのはむずいんですけど、うん、癖としてはあまり強くないと言えるかなっていうのが、まあ、慶応商学部。実際受かる人のボーダーめっちゃ高いですもんね。基本やっぱ8割は英語とか取ってくるイメージありますね。試験が終わってある程度取れた、受かったんじゃないかって思ってたけどダメでしたっていう声とかもね今年結構聞いたりしたので、求められる水準はかなり高いので、あんまここで紹介すると慶応商学部を舐めるなって言われるかもしれないですけど、ね、むずいですけど、言ったら問題の作りはまだ癖は少ないと言えるかなという感じです。さっき僕青学の問題解かせるって話したじゃないですか、はい、総計レベルの子はまず慶応商学部の英語とか読ませるようにしてて、うん、これなんでかっていうと慶応思ってたよりむずくないんですねみたいな声が結構聞こえてくるんですよ。これも本人の自信をつけるためにまず慶応商学部、特にこう慶応ってむずいイメージあるじゃないですか、うん、なんなら早稲田と慶応だったら慶応の方がむずいかなって思ったりもすると思うんですけど、英文に関して言えば慶応商とかは早稲田の中で比べても優しい方ですね、うん、早稲田のそれこそ教育とか早稲田の中でもなんか下の方だろうみたいなイメージあるかもしれないですけど、実は早稲田の教育とか英文むずかったりとか、うん、慶応商はねやっぱり総計が届きそうって思える素材だなとは思いますね、うん、そうですね早稲田の英語とかね、はい、マジでめちゃくちゃ難しいんで、むずいですね、その中で言ったらやっぱね慶応商が解けやすいんじゃないかな。解きやすい、年によってね、はい、難易度をブレはするんですけど、うん、形式的には解きやすいと言えるかなと、うん、法学部とかね経済とかになってくると、はいはいはい、なんだこれっていうのが結構出てきちゃうんですよ、独特すぎて、ね、なんか受験生って結構いざ問題見てみないと、うん、その大学の本当のレベルって分かんないと思うから、はい、この動画通じて全体で言えるのはやっぱ過去問やりましょうっていうのは通してのアドバイスかもしれないですね。そうですね、うん、ただねやっぱ過去問を見ることは大事なんですけど、うん、過度にビビりすぎないっていうのも、うん、あ、そう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 、うん、今挙げたところはビビんなくていいよ大学シリーズですね、うん、ただ慶応商って論文テストあるじゃないですか、まあ、対策シンプルって言っていいのかな、うん、ただねこの論文テストっていうのも、はい、最低限のね、うん、数学の基礎とかが分かれば結構解けたりとか、うん、あとは過去問さらって数年分ねやっていくとある程度ねできる子はもうそれで点数取れちゃったりするっていう意味でもまだ他の学部よりは適性があれば解きやすいかなっていうのがあるので、うん、強いてあげました、うん、本当にあげたくないですよ田中先生聞かれたから今あげましたけど、ね、っていう感じで、はい、今回慶応を除けば基本的に対策はしやすい大学を紹介しました、うん、今挙げた大学はビビりすぎなくていいよと、難関大だけど対策自体はシンプルだよと、だから難しい参考書とか難しい応用問題入試問題とかを手を出しまくるよりはまず今春は基礎を徹底的に固めましょう、うん、で夏以降も標準レベル入試でこれ鉄板だよねっていう問題をできるだけ完成度を高く仕上げていくっていう勉強法が
特に効く大学だというふうに思います、うん、なので何か特殊なことをしなきゃとか、うん、人と違うことをしなきゃではなくて、うん、みんながやっているけどそれと同じ勉強なんだけど、いかに精度を上げていくかとか、うん、そこをしっかり頑張ることで合格をね掴みに行ける大学だと思います。ビビらずこの大学をぜひ目指してほしいなと思います。今回は以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。